画面の表示モードについて説明します。表示タブから画面の表示モードを切り替えることができます。通常は標準の表示モードに設定されています。スライド一覧を選択すると、作成したスライドが一覧になって画面に表示されます。ノートをクリックすると、 スライドを使って発表するときの原稿を作成するための画面が表示されますスライドショーを選択するとスライドが順に画面いっぱいに表示されますエスクキーを押すと元の画面に戻りますまた 画面の右下にあるボタンをクリックしても画面の表示モードを切り替えることができます。